皆さんこんにちは、園長の田中です。今日は4月19日、飼育の日です。本来なら園内の数カ所で飼育係によるリレーガイドが行われる予定でした。でも今は残念ながら休園中。そこで飼育係全員がお気に入りの動物を皆さんにバトンを渡しながらお知らせします。ちょっと長いかもしれませんが、最後まで楽しんでくださいね。はい。はい。水菌とインコームを担当しています小林です。私のお気に入りの動物はこちら、大きい帽子インコのおーちゃんです。帽子インコの仲間は鳴き真似がすごい得意で、人間の言葉を真似して鳴くことができます。次の人、仲良しコーナーの菅です。私の担当動物はコツメカワウソです。好きな動物はヤギのブンです。体をかいてあげると気持ちよさそうな顔をしてくれるところがとても好きです。では次の方お願いします。はい、仲良しコーナーのタチノです。担当はウサギです。お気に入りの動物はミニチュアホースのトーマスです。一番初めに担当した動物なのでお気に入りです。お願いします。はい、こんにちは、仲良しコーナーミニブタペッカリー担当の小泉です。私が紹介する動物はこちら、四つ指リクガメです。このお野菜をもりもり食べる姿がたまらなく可愛いんです。皆さんもお野菜元気にもりもり食べてくださいね。では次の方お願いします。はい、仲良しコーナーの担当のホトヤです。私の一押し動物はコツメカワウソのララです。ララは今までに9頭の赤ちゃんを産んでくれたお母さんです。それでは次の人にバトンタッチします。はい、仲良しコーナーの山本です。僕のお気に入りの動物はこちらのエミューです。エミューはとっても優しくておとなしい動物なんですよ。ダチョウじゃなくてエミューですよ。では次の人お願いします。はい、ポニーインコ担当の田村です。私のお気に入りの動物はルリコンゴインコのラズです。毎日一緒に楽しくトレーニング頑張ってます。バンザーイ。はい、じゃあ次の人。はい、仲良しコーナーの羊、爬虫類担当の清水です。私がお気に入りな動物はこのツワのヒイロガメです。この何とも言えない顔と、私が覗いた時にこちらを見る顔がとても可愛いです。それでは次の方お願いします。はい、はい、仲良しコーナーモルモット担当の石坂です。私の一押しの動物はヤギのカスミです。この子が生まれた時から見てきて、アニマルステージでもいつもパートナーとして一緒に出演しているので、この子が一番仲良しなんです。それでは次、お願いします。はい、どうも。春からカンガルーコーナー担当してます、長島です。私の一押しの動物はこちら、笑いカワセミです。私、野鳥が大好きなんですが、この太いくちばしだとか、フォルムがもうたまりません。それでは次の人、お願いします。はい。はい。コアラ担当の双葉です。私のおすすめ動物はもちろんコアラたちです。今小さな子供たちが3頭いて、とっても元気に動き回っています。開園したらぜひ見に来てください。はい、動物病院の天野です。僕のおすすめはこちらのマヌルネコです。顔が他の猫と全然違うんですよ。東園カピバラワラビー担当の大竹です。お気に入りの動物はライカ町の高尾です。私のお気に入り動物はウサギです。理由はもういらないですよね。こんだけ可愛いですね。はい、じゃあ次の方どうぞ。はい、企画調整係の重成です。私からのおすすめ動物はマーラです。園内でのんびり暮らしている様子に注目です。次の人よろしくお願いします。最長担当の斉藤です。こちらはムササビのサビちゃんです。仲良しコーナーで会えるかもしれませんよ。次の人お願いします。佐々木です。ペンギンコーナーでペンギンプーズ担当しています。僕のお気に入り動物はペンギンです。このペンギンヒルズでペンギンののびのびした姿見てください。以上です。じゃあ次の方どうぞ。ペンギンコーナーの三田です。
私のお気に入りの動物はカピバラです。のんびりしてるところが好きです。次の人お願いします。はい、カンガルーコーナー担当の寺内です。私のおすすめ動物はオカンガルーです。皆さんぜひ遊びに来てください。ここからワラビーを担当していますカエノです。私の好きな動物はフトフムネアカゴシキです。このカラフルな毛と元気な鳴き声がお気に入りです。次の人よろしくお願いします。ペンギンコーナーの後藤です。担当動物はシカとカモシカです。お気に入りの動物はシカです。一頭一頭個性が強くて新しい発見ができてとても楽しいです。じゃあ次の方お願いします。企画調整係の佐藤です。お気に入りの動物はヤギの小春です。おばあちゃんのヤギですが餌やり体験頑張ってます。では次の方お願いします。企画調整係で餌を担当しているジェミと申します。私のお気に入りはキシメンチョウです。このギラギラとした羽の色が何とも言えないです。それでは次の方どうぞ。企画担当の松本です。私のお気に入りの動物はデグーです。こんなにちっちゃいのにとっても頭がいいんですよ。それでは次の人に。小動物コーナーの長谷川です。好きな動物はカナダヤマアラシです。のそりした動きがとっても可愛いのでぜひ会いに来てください。乳牛コーナーの滝沢です。お気に入りの動物は口のシマウシのアオイです。食いしん坊なのでお腹が空くとすぐもーっとアピールしてきます。お願いします。乳牛コーナーのテラシです。お気に入りの動物はマーラです。お気に入りのポイントは警戒しつつも餌をもらいに来てくれるところです。次の方お願いします。はい、乳牛コーナーの富田と申します。で、私の好きな動物は、ね、牛です。今後ろには、ね、牛が4頭います。で、4種類の牛いますからね、色の違いとこは楽しみに見てくださいね。はい、こんにちは、乳牛コーナーの渡辺良平です。私の大好きな動物は牛です。後ろにいるのは口のシマウシの葵です。乳牛コーナーの西田です。私のおすすめの動物はミナミジサイチョウです。アフリカに住む肉食の鳥です。一見こわもてに見えますが大きな目と長いまつげを持つとっても美形な鳥なんですよ。はい、ポニーコーナー担当の小山です。私のおすすめはハツカネズミです。見ているととっても楽しいですよ。じゃあ次の方へ。ポニーコーナーの内野です。私のお気に入り動物はキリンの丸です。私が働き始めた頃に生まれた子でもうすぐ5歳になります。では次の人お願いします。ポニーコーナーの涌井です。担当動物はキリンです。お気に入りの動物はメンフクロウのリオです。リオは卵から返して育てたことなのでとてもお気に入りです。次の人お願いします。ポニーコーナーの小川です。お気に入りの動物はケヅメリクガメのカメキチです。食べてる姿がとても可愛いです。では次の人どうぞ。ポニーコーナーの岡田です。僕のお気に入りの動物はドサンコの大地です。この子は寝顔がとっても可愛いので気に入っています。では次の方どうぞ。はい、はい、ポニー乗馬コーナーの芦沢です。私のお気に入りの動物はこちらの日本キリです。お気に入りのところはこのオスの派手な見た目です。では次の人お願いします。ポニーコーナーの新井です。私のお気に入りの動物はメンフクロウのリオちゃんです。顔の形がハートでとても可愛いです。それでは次の方お願いします。企画調整係の藤島です。お気に入りの動物は薄色細雲ネズミです。一昨年ドイツまで行って、彼らを、ね、もらってくる段取りをしてきた動物です。では次の人どうぞ。企画調整係の野口です。好きな動物はフクロウです。寝てる姿がとても可愛いです。こんにちは、診療係の豊田です。私のおすすめの動物は最長です。この子は動物園で生まれた個体で今一時的に動物病院で飼育しています。くちばしの上にあるカスクという色鮮やかな角があるのが特徴です。
はい、次の方どうぞ。小動物の高玉です。私のお気に入り動物は裸エバネズミです。ゆるゆるした体にもご注目。それでは次の人にバトンタッチします。鶴と猿を担当している清水です。好きな動物はワオキツネザルです。なぜかというと膝の上に乗ってきてくれるからです。では次の人どうぞ。はい、展示普及課長野口と言います。私のお気に入り動物はフクロウです。フクロウは顔の表情が命です。はい、では次の人に送ります。はい、カワウソ担当の菅です。私の一番のお気に入りのカワウソはセセリです。一番目が離れていておとぼけ顔しているところがお気に入りです。では次お願いします。はい、今年度から小動物コーナーの中村です。私のお気に入りの動物はカピバラです。3月まで担当していた動物なのでとっても思い出が強く、今でもお気に入りの動物です。お願いします。小動物コーナーの斉藤です。私のおすすめの動物はグンディです。今年生まれのグンディもすぐすぐ成長してます。小動物の鈴木です。お気に入りの動物はキボシワハイラックスです。笑ったような顔をしているのが魅力的だと思います。はい、副園長の高木です。皆さん飼育係のお好みの動物どうでしたか？開園したらぜひまた遊びに来てください。それでは次の動物園へどうぞ。